千春さん、これは何ですか？これは犬。犬、見せてください。猫いきますね。よし、泣いてくれる。ワンちゃんグッズ。これは1週間分は用意してください、はい、ペットシーツ、はーい、毛布、水、お水5日分いります。うん、はい、毛布、毛布、タオル、タオル、上ゴミ、うん、袋、はい、で新聞、新聞、新聞は何に使えますかね。そのトイレの時とかになりますね。はいはい、あとタオルと、はい、あと消臭剤できたら犬の場合、はいはい、あー、フード、お水、これ忘れがちで、ワンちゃん、あのおもちゃ、はい、お気に入りのおもちゃあると落ち着きます。あ、そうですか、はい、うーん、で、あのおやつ、 しつけの時用に、はい、で、うんち袋、おお、でリード、リード、はい、おー、でリードはいつも使ってるよりはもう1個予備に買ってたんですね。そうですね、はい、で、あの匂わないうんち袋っていうのを、はい、リュックに入れてます、うん、なるほど、はい、はい、で、あ、これは予防接種証明書、はい、これは避難所に行くときに記入しなきゃいけないことがあったりしますからね。そうですね、うん、そしてこっちも、あ、これは、はい、あ、予防接種の猫ちゃんのやつですね、はい、はい、あのコピーして用意しておくといいですね、うんうん、はい、で、あとペットの写真、これなんでですか？自慢するんですか？はい、あと迷子になった時にこの子探してますっていうので用意しとくと、これを体育館の壁に貼っといて、あのうちの子がいなくなったのでってどこかで見たらお知らせくださいとか、あの他の避難所で保護されている可能性もありますので、そういう時には写真が、言葉だけじゃなく写真が役立ちます。スマホに入れてるだけじゃね、意味がないですからね、はい、ぜひ紙焼きで写真プリントしておきましょう、はい、美味しいかな。猫はワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。大雨や地震など災害が起きた時のために今備えておくことは、今月も愛媛犬猫の会の高岸千春会長に詳しく聞きます。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。
松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック。同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。猫ワン。